バスケのゴールは相手のゴールへより多くのシュートを決めて1点でも多くの得点を挙げたチームが勝ちと至ってシンプルです。しかし実際には細かいルールがいくつも存在し、時にはそのルールの穴をついて試合を有利に運んだり勝利につなげることもあるんですよね。そこで今回の動画では NBA 選手がうまくルールの盲点をついたプレーを10個紹介していきます。はじめに紹介するのは今季プレーオフでも絶好調のドンチッチとカリーのデュオが行ったボール囲い込み作戦です。ルールの盲点をついたこの作戦が行われたのは3月の17日マーベリックス対ナゲッツの一戦です。2人はリードしている状況で時間を消費するためにドンチッチがボールの前にスクリーンをしてディフェンスの邪魔をしているんですよね。え、こんなずるいプレーありなの、絶対審判に笛吹かれるでしょと思いきや、なんと審判はここでは反則を取らなかったんです。8秒以内にバックコートからフロントコートへボールを運ばなければならないというルールはありますが、確かにボールを触らなければこのルールは適用されないんですよね。過去にモラントがボールをバックコートで転がし30秒時間を削ったことがありましたが、その強化版ですね。昔30秒ルールを24秒へ変更した際にバスケットボールでは試合展開が遅くなることを危惧する傾向にありますが、これは明らかにアウトですよね。ちなみにルール変更の意図としては、試合展開が遅くなるとバスケの魅力であるスピード感から生まれるゲームの迫力がなくなってしまうというものがありました。しかし今回の場合、明らかに試合展開を遅くし試合の迫力を損ねているのにもかかわらず審判はスルー。結果的にバックコートでボールを転がして相手に触らせなかったことで試合の残り時間を約20秒も削ることに成功しました。いや、それにしても今シーズン得点王を獲得したあのドンチッチがボールの前に壁として仁王立ちしている姿を見るとなんだか笑っちゃいますね。実際にこのプレーを見たファンからも、なんて高速なプレーをしているんだ、体育の授業じゃないんだからと少し卑怯なプレーに批判も集まったそうです。ですが地味なプレーもバカにできません。実際この後マーベリックスは逆転されていますが、残り数秒で劇的な逆転シュートを決め試合に勝っています。最終的にマーベリックスを勝利に導いたカイリーのプレーが強く印象に残りやすいこの試合ですが、カイリーとドンチッチが試合時間を20秒削らなければナゲッツにもう一回オフェンスのチャンスが残り再度逆転されていた可能性だってあるんです。今回のような歴史に残る勝利もルールの盲点をついたプレーがあったからこそ生まれるのかもしれませんね。続いてはクリッパー戦でベン・シモンズが見せた相手選手の背中に当ててボールをスローインするプレーです。残り時間も少なく、クリッパーズの選手はスローインのボールは無視してセットプレーの中心となる選手を抑えればいいと考え背中を向けていますが、そんなディフェンスの裏をついた IQ の高いプレーです。このスローインプレーにも5秒以内に行わなければならないというルールはありますが、ディフェンスの背中にボールを当ててはダメというルールはありませんからね。まさに見事にルールの盲点をついた知能的なプレーでした。思わずベンチの選手含めコーチ陣たちも全員やられたという表情をしていますね。裏をかいたこのプレーで豪快なダンクを決めたベン・シモンズがドヤ顔しているのが少し面白いです。その試合を見たファンからも SNS 上で、いや、そんなにドヤ顔するプレーじゃないだろ、ドヤ顔決まりすぎて面白すぎるよと干されてしまっていたそうなんですよね。また問題構図の多いベン・シモンズにやられたということもあって背中にボールを当てられた相手選手はイライラしてそうです。また背中にボールを当てスローインするプレーは他の選手も行っていて、ラッセル・ウェストブルックもサンダー時代にやっていました。ユタジャズとの一戦、第2クォーター残り0.1 秒以下の場面ですボールをスローインすることが難しいと感じたラッシュは起点を利かせて目の前のディフェンスの背中にボールを当てることでクラッチシュートをブザービーターで沈めています。あまりに突然のプレーにディフェンスは反応することができず、会場もラスの賢いプレーに大興奮しているのが分かりますよね。加えてラスの早打ちも素晴らしいですが、それ以上に残り数秒の場面でこのシュートを沈める度胸がすごすぎます。試合後のインタビューでも、当時相棒だった KD があんなプレー俺には思いつかないよ、しかも異常な速さで決めていたからね、あれはラスにしかできないとすごすぎるプレーに思わず笑っていたそうなんですよね。ディフェンスを背中にボールを当てることからチームを救うビッグプレーを生み出す見事な発想でした。次に紹介するのはレブロンがよくやる得意技、バックボードへボールを当てて繰り出される一人アリウープです。ドリブルをせずにボードにボールを当てるだけで何歩も歩いていることから、これトラベリングじゃないの、どう考えても3歩以上歩いているでしょうと思うかもしれませんが、ルール上は何の問題もないんです。審判からはあくまで通常のシュートを大きく外したとみなされ、再度歩いても違反は取られないんですよね。そんなルールの盲点をついたこのプレーをレブロンは2023年のオールスターでも見せているんですよね。軽々と決めているのがすごすぎます。
加えてドノバン・ミッチェルの左側からボールを出して逆側に抜けていく動きが少しトリッキーでレブロンらしいですよね。思わずミッチェルも固まってしまうほどのプレーは本当に見事でした。さらに今シーズン MVP に輝いているニコラ・ヨキッチもボールの盲点をついてボード当てのプレーをしています。ドリブルからボールを持ってしまい動けない状況のヨキッチでしたが、ディフェンスが離れると発想を変えてバックボードへパス。慌ててキングスのディフェンスが追いかけるものの、ヨキッチはもう動けないから放っておいて大丈夫だろうとヨキッチを話していたため追いつけていませんよね。このプレーにはベンチも興奮を抑えきれずに全員が総立ちでヨキッチを称賛しています。また24秒が残り5秒以下であり、周りの味方にパスをしても攻めきれない可能性も高かった状況。そのためルールの盲点をついたヨキッチは非常に頭が良かったことを改めて分かりますね。思いつきそうでなかなか思いつかないルールの盲点をついた素晴らしいプレーでした。続いて紹介するのはジェームズ・ハーデンの必殺技という印象が強いゼロステップです。そもそもゼロステップとはジノビリやアイバーソンなどゼロステップに近い曖昧なステップが見逃されていたため明確化されたルールなんです。特にジノビリはルールの盲点をつき、効率的なステップからジノビリステップで得点を量産。 FIBA では2017年10月よりトラベリングによるルールが変更され、ボールをキャッチするのと同時に踏んだ足をゼロ歩目として数えるというゼロステップの定義付けがなされました。そんな中物議を醸したのが2018年12月の17日ジャズ戦です。ハーデンが行ったダブルステップバックなんですよね。残り数秒でジャズが止めれば同点のチャンスが生まれるという緊迫した場面です。ディフェンスのルビオもハーデンの利き手である左側につき、シュートへ強いプレッシャーをかけようとしています。しかし次の瞬間、ハーデンが得意のステップバックを超えるダブルステップバックを披露。これはさすがにトラベリングだよねと誰もが思った瞬間、なんと審判はハーデンのトラベリングではなくルビオのディフェンスファールの笛を吹いたんです。この判定にはジャズの選手も猛抗議していますが、おそらく審判もゼロステップを極めたハーデンだからルールの盲点をついてプレーしたんだろうと思ってしまったんですかね。そのまま判定は覆らず、ジャズがチャンスを得られなかったことでロケッツが勝利する結果になってしまいました。そして試合後には NBA から離れていたアイザイア・トーマスが、今の NBA ではトラベリングが OK になったのかとツイートをするなど、数々の NBA 選手を巻き込む大騒動にまで発展。その後さすがに審判も誤審を認め謝罪をしたらしいですよ。今回の事件からも分かる通り、新しく導入されたルールを明確に理解していないとルールの盲点を突かれてしまうことがよくわかります。ただやはりハーデンのダブルステップバックはルールの盲点を突くことを超えて完全にアウトでしたね。次に紹介するのは2017年12月27日のグリズリーズ戦です。サンズのタイソン・チャンドラーが見せた疑惑のプレー。残り 0.4 秒で同点で、サンズがシュートを決めれば勝利というラストチャンスの場面です。そこでサンズの選手がゴールめがけてボールを投げると、なんとチャンドラーがそのままリングを叩き込んでしまったんですよね。このプレーにグリズリーズの選手たちは大混乱。それもそのはず、 NBA で頻繁に見られ当たり前になっているアリウープですが、 NBA ではリング上の円形型空間に手を入れてボールに触るとオフェンス側のゴールテンリングになるというルールがあるため、その通りであれば本来であれば反則になります。実際にリング内でボールが触れていないかビデオ判定が入りましたが、ここで予期せぬ事態が発生。なんとサンズのトリアーノ監督が審判団に対してルールを教えてやろう、タイムがカウントされていないボールへのゴールテンディングは存在しないんだと急に審判セミナーを開催してしまったんです。この NBA の審判ですら知らなかったルールの盲点をついたプレーには審判を含め会場全体が困惑させられることになりました。しかし結果的にシャンドラーの得点は認められ、サンズが勝利しているんですよね。またこの判定は試合後にも撤回されず、今もなおルールの盲点をついた頭脳プレーとして歴史に名を刻んでいます。またチャンドラーに指示を出したトリアーノ監督は、確かにスローインされたボールがそのままリングを通過したら無得点だけど、今回の例は得点が認められるんだよ、まだ多くの人が知らないルールみたいだけどねと試合後のインタビューで自信満々に語っていたそうです。さらに秘密にしてきた戦術だったけど、これだけ目立ってしまうと困るねと今まで温めてきた戦術が世の中に漏れてしまったことを後悔している様子を見せました。先入観から審判が全てのルールを把握していると思い込んでしまっていますが、意外に審判にも知られていないルールの盲点が未だにあるのかもしれませんね。Exactly what they do! Over the top! Count it! They say score the basket!続いて紹介するのは皆さんおなじみヤニスのルールの盲点をついたプレーです。バスケのフリースローには選手は審判からボールを受け取って10秒以内にシュートを打つ必要があるというルールが明示されています。ほとんどの選手が10秒以内にフリースローを打ちオーバータイムになることはありませんが、ヤニスが見せたフリースローはかなり怪しいものでした。実際に2016年12月7日のブレイザーズ戦でのフリースローを見てみると、ギリギリではありますが確かに10秒を超えているようにも見えます。ただヤニスはゼロステップを始めた選手がトラベリングの緩い
判定の隙をついたことと似ている。フリースローの10秒という判定の緩さをついているんだと語っています。またバックスのチームメイトもみんなヤニスのルーティンが10秒を超えていることは知っている。審判も相手チームも全員理解をした上で見逃しているんだよと語っています。ここまで堂々と発言されるともはやすがすがしいですよね。ある意味ルールの盲点をついたプレーとも言えますが、正直かなりグレーです。またブレイザーズとの試合では選手も不快感を覚えたのか、ヤニスがボールを持ってから1から11秒までカウントをしていました。さすがにそこまでするのかと思ってしまいますが、ヤニスが常習犯だということが伺えますよね。しかも2024年に至るまで長いフリースローは続いているため、いい加減改善されることを願いたいですね。またルールの盲点をついた行動はコート上以外でも行われていました。1978年ドラフト全体6位指名を受けたセルティックスのレジェンドラリーバード、彼に対して行われたフライングドラフトもルールの盲点をついたプレーとして注目を集めています。なんと驚くべきことにバードは大学在籍中にドラフト指名をされているんですよね。これはザイオンがドラフト1位指名をもらいながらデューク大でプレーを続けているようなものです。え、大学在籍時のドラフト指名ってありなの？当時は大学4年目まで指名できないはずでと思うかもしれませんが、当時のルール上は問題がなかったそうなんですよね。こうしてチームのスタイルにフィットするバードを獲得したセルティックスは長年にわたり黄金期を築きました。普通大学在籍中からドラフト指名しようなんて考えに至りませんが、どうしてもセルティックスがバードを欲しかったことが伺えますね。ルールの盲点をついた見事な行動でした。次に紹介するのはジャズ在籍時代にリッキー・ルビオがハーデンに見せた背面ディフェンスです。このプレーを初めて見た当時、目を丸くして驚いた方は多いのではないでしょうか。スリーポイント得点効率が高すぎるハーデンに対して行われた異常なディフェンスですが、ルール上は全く問題はありません。実際にルールブックにもオフェンスの背中側にディフェンスがつくことは禁止されているといった記載はなく、シーズン中にルビオは何度も背面につくディフェンスを採用しています。しかし SNS 上では、ルビオは何ふざけているの？ジャズはディフェンス諦めたのかなとバカにするファンが多かったんですよね。しかし一見ふざけているように見えますが、ルールの盲点をついたディフェンスとして意外と理にかなっていました。当時スリーポイントを決めすぎていたあまり異常な得点効率となっていたハーデン、そこでジャズはハーデンの左側につきつつ得意のステップバックをされる後ろ側を抑えてツーポイントを決めさせた方がハーデンから受ける被害を抑えられると考えたんですよね。実際に当時のジャズには2メートル16センチの身長を誇る守護神であるゴビアがいたこともあり、ハーデンを苦しめることに成功しています。バスケのディフェンスは必ずオフェンスの前にいなければいけないという常識を覆すルールの盲点をついた頭脳プレーでした。続いて紹介するのはジェイソン・ウィリアムスが見せたルールの盲点をついたトリックプレーです。そのプレーが初めて行われたのは2000年の2月12日のオールスター。当時 NBA2 年目の選手として参戦していたウィリアムスは、なんと肘にボールを当てることでパスを出した方向と逆方向に出す裏技を見せたのです。バスケットボールには確かにボールを足で扱うことは禁止とするというルールはありますが、肘で扱ってはいけないというルールはありませんよね。理解してみてもあまりの唐突なトリックプレーでパスをされた味方も一瞬何が起きたのか理解できない様子でした。またこのルールの盲点をついたトリックパスの人気はオールスター後も収まることはなく、肘でボールを扱うという発想が天才的すぎる、誰も考えたことがないルールの盲点をついたプレーねと絶賛する声が絶えなかったそうです。また最近だと肘以外でカイリーがセルティックス時代に見せたボールパンチングが有名ですよね。このシーンではルーズボールをなんとか自分たちのゴール側へ飛ばすためにボールを殴って見事味方のシュートをアシストしていました。このカイリーのファインプレーもボールを殴ってはいけないというルールはないので盲点をついた素晴らしいプレーですね。このように今後足と手以外を使いルールの盲点をついてボールを扱う選手が出てくるかもしれないと思うと少しワクワクします。カイリー with the punch out and Brown with the finish。いかがでしたでしょうか。バスケには数多くのルールが存在しますが、まだ知られていない点も多くあり、ルールの盲点とされるものも多いんですよね。ですが今回の動画のようにバスケの新しい一面が発見されるきっかけになると思うと、どんどん発見されてほしいと思ってしまいます。特に最近の NBA はルール改定が頻繁に行われ、選手もプレーを変えることで適用しようとしています。そんな選手たちから新しいプレーを生まれることに期待しつつ、進化する選手たちをこのチャンネルでも応援していきたいですね。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。